普通に食事とかあとサプリメントとかでビタミン E をちょっとぐらい取っただけではそうした過剰症になることはまずない。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は筋トレとビタミンの関係についてお話ししたいと思います。ビタミンというとですね、最近かなり話題になってきているのではないかと思います。メガビタミン、ビタミンを大量に摂る、それをメガビタミンと呼ぶんですけれども、これはですね、もう1960年代70年代ぐらいからアメリカではかなりずっとそれをやっている人が多くなっていて、そして日本でもまあ一時流行ったんですけれども消えたりして、でまた最近になってですね、多くの医者の方がメガビタミンを患者さんに勧めて、そして効果をとてももたらしているということから、医師の間においてもメガビタミン流行り始めています。ではなぜビタミンが効くのかということなんですけれども、これはですね、体質を改善してくれるということになります。まあ、体質とは何かという問題にもなってくるんですけれども、人間の体というのは代謝が起こっています。代謝といってもいろいろあるんですけれども、ここでは酵素を作って目的とするタンパク質を作るということになります。具体的にはどういうことかと言いますと、私たちの体は DNA という設計図をもとにタンパク質を作っていく。ここではですね、まず DNA を RNA がコピーして、そして RNA がアミノ酸を並べる、そしてタンパク質を作る。この DNA からタンパク質までの流れのことをコーディングというんですけれども、このコーディングにおいては酵素が必要になります。なぜ酵素が必要になるのかというと、小学校中学校の理科の時間を思い出していただきたいんですけれども、いろいろと化学反応を起こしたことあると思います。その化学反応の時に、今は使わないのかな、アルコールランプとか、今は何か危険なので使わなくなったみたいな話聞いたことがあるんですけれども、まあ、ランプとかで火を作って、それで化学反応を起こすということが行われていたんですけれども、なぜかというと化学反応、一般的にはですね、高い温度が必要になるんです。そこで火を使う、アルコールランプを使ったりしたわけですけれども、そのような化学反応が人間の体の中でも起こっているわけです。ただし人間の中でですね、体内で火を燃やすわけにはいかない、もっと低い温度で化学反応を起こさなければいけない。それをやってくれるのがビタミンなんです。触媒という言葉聞いたことあると思いますけれども、触媒によって反応を促進するというわけですね。例えば角砂糖があって、角砂糖にライターの火を近づけたとしてもすぐには砂糖燃えません。でも角砂糖にタバコの灰をなすりつけて火をつけると簡単に角砂糖を燃え出します。ここではタバコの灰が触媒となって化学反応を起こしたというわけですね。ビタミンはその触媒となるわけですけれども、もうちょっと深掘りしてお話ししますと、酵素というのは主酵素と補酵素、その2つに分けることができます。主酵素というのは主にタンパク質です。補酵素というのは主にビタミンなんです。タンパク質の主酵素に補酵素のビタミンがくっついてちゃんとした酵素になる。そうすると反応が起こるというわけなんですけれども、ここで大事なのが、先ほど DNA からタンパク質ができるという話をしました。主酵素はタンパク質です。 DNA から作られます。ここで大事なのが、 DNA から主酵素、タンパク質が作られるということは、人によって主酵素の形が違うということです。 DNA によって主酵素が作られる、人によって DNA 違いますということは、主酵素の形が人によって違うというわけですね。でも補酵素というのはビタミンで、これは誰にとっても全く同じ形をしています。全く同じ形をしているビタミン、人によって形の違う主酵素ということは、この2つがどのようにしてくっつくかなんですね。補酵素と主酵素がくっつきやすい人は酵素ができやすい、でもくっつきにくいと酵素ができにくいというわけです。これが体質の違いの1つというわけですね。つまり主酵素が補酵素と結びつきやすい形をしている DNA、 その人はその代謝が得意というわけです。結びつきにくい形をしている人、その人はその代謝が苦手だということです。例えばビタミン C、 それを例にとって考えますと、ビタミン C が補酵素となって主酵素と結びつきます。ビタミン C、 例えばコラーゲンを合成する作用があります。もう一つ、免疫を強化する作用もあります。まあ、他にもいっぱいあるんですけれども、ビタミン C がコラーゲンと合成するのか、それとも免疫アップの方に結びつくのか、これも体質によって変わってくるわけです。じゃあどうすればいいか。ビタミンをいっぱい取る、
これが一つの解決方法になるわけです。結びつきにくかったら量を増やせばいいわけです。数が少ないとなかなか結びつかない、でもいっぱいあったらちゃんと結びつくというわけですね。そうすると酵素がちゃんとできる、形が結びつきにくい人であっても大量にビタミン、補酵素があると結びつくことができる。酵素を作るのが苦手な体質の人でもちゃんと酵素を作ることができる。これがメガビタミンの意義ということになります。ですのでビタミンをしっかり摂ることによってコラーゲン合成も免疫アップもどちらも可能になってくるというわけです。例えばコラーゲン合成が得意で免疫アップが苦手な人、そういう人は怪我はしにくいけれども風邪は引きやすいということになってしまいます。でもビタミンをちゃんと摂って両方の酵素をしっかり作ることができれば怪我もしにくいし風邪も引きにくいということになってくるというわけですね。以上がビタミンの重要性ということになります。次にビタミンの種類なんですけれども、大きく2つに分けることができます。水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンですね、これは名前の通り水に溶けるビタミンと油に溶けるビタミンということになるわけです。でこの2つどちらももちろん大事なんですけれども、一般的に水溶性ビタミンは副作用がない、いっぱい取っても大丈夫だと言われてます。なぜかと言いますと水溶性でですね、多く取っても尿から出ていくということなんですけれども、そこが結構大事なところで、多く取って尿で出ていくからあんまりいっぱい取っても意味ないんじゃないかというように言う人がいるんですけれども、決してそんなことはないです。水溶性ビタミン多く取って尿として出てくるまでの間に体の組織をいろいろぐるぐる巡っていきます。ぐるぐる巡って組織の中にちょっとずつ入り込んで組織内のビタミン C の濃度を高めていきます。そして出ていくということですので、組織内のビタミン C 濃度を高めることができるということ、それがビタミン C をいっぱい取ることの意義でもあります。尿として出てしまってもそれまでに十分働いてくれるというわけですね。そして余分な分は出ていきますので副作用などもないということになります。水溶性ビタミンの代表的なものとしてはビタミン B 群そして C、 この2つが挙げられます。そして問題なのは脂溶性ビタミンの方で、脂溶性ビタミンは油ですので簡単には外に出ていかない、肝臓とかに溜まっていくわけなんですけれども、これもですね現実問題としては過剰症というのはほとんどありません。例えばビタミン A、 北極にいるクマのですね肝臓を食べた人たちがちょっとビタミン A の過剰症を出したことがあったんですけれども、これはもうとんでもない量なんですね。普通に食事とかあとサプリメントとかでビタミン E をちょっとぐらい取っただけではそうした過剰症になることはまずない。そして脂溶性ビタミンとしてはビタミン A、D、E、K、 その4つが主なものとなるんですけれども、そのどれも日本人とても不足しています。結構ですねビタミン A 取りすぎはいけないみたいなこと言われるんですけれども、実は日本人とても不足しています。そして妊婦さんビタミン A 取っちゃいけないみたいなことよく言われますけれども、日本人の食事摂取基準という厚生労働省が書いている文章があるんですけれども、それをよく読みますと妊婦さん、授乳婦、ビタミン A を追加で摂取した方がいい、そう書いてあります。食事だけでは十分取れてないんですね。追加で摂取した方がいいということが妊婦さんであっても授乳婦であっても言われているということになります。ですので一般的にビタミン A 取りすぎはほとんど心配することがないです。そしてビタミン D とても不足しています。これは今までに何度かお話しているんですけれども、結構住んでいる場所によっても変わってくるんですね。北の方に住んでいるとビタミン D とても不足しやすいです。で瀬戸内海よりも北だと大抵不足する、南の人で何とかなってるぐらいですので、日本人のほとんどはビタミン D 不足していると考えてください。このようなことを考えますと、ビタミン A と D、そして、ビタミン E もそうですし K もそうなんですけれども、このあたりの脂溶性ビタミンかなり不足していますし、食事からも十分に摂ることができないということで、水溶性も脂溶性もどちらも摂りましょうということになってきます。ただこの水溶性と脂溶性、摂取タイミングが問題となってきまして、水溶性は結構尿として排出されやすいということを考えますと、小分けにして取った方がいいということになります。1日のうち何回かに分けて取るというわけですね。そして脂溶性の方は体内でゆっくり吸収されてとどまりやすいですので、あんまり小分けにしなくてもいいということになります。
ですので理想的なのは水溶性ビタミンを小分けにして取る、脂溶性ビタミンを1日まあ1回か2回ぐらいにして取るというように分けるのがベストということになります。いわゆるマルチビタミン、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミン一緒になっているものがあるんですけれども、そういうことを考えますとちょっとタイミングとしてはですね、脂溶性と水溶性を分けて取った方がいいということにもなってきます。